ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシです。この旅行動画にぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第2話お届けしようと思うんですけれども、初詣がテーマと言いながら乗車ネタばっかりやってるんですが、そこはご容赦ください。で、今回に引き続き現在地は愛知県豊橋市の豊橋駅です。今回は名古屋から一部関西本線を経由しますが、伊勢本線で18切符を使った鉄道旅行、ローカル線の旅をお見せしたいと思っております。もう間もなく豊橋駅に大垣行きの快速列車が来ます。それでまず名古屋に向かいます。名古屋から快速三重に乗って、滝駅という駅があるんですが、そこからもう各駅停車の旅になります。どんな内容になるか僕も分かっておりません。何が起こるか分からないことも含め楽しんでいただければと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで、今回の鉄道旅行を始めたいと思います。大垣行きの快速列車乗り込みました。こちらは名古屋駅で乗り換えます。名古屋駅の到着時刻午後12時58分の予定です。12時4分豊橋駅出発しました。全面展望がっつり撮るわけではないので、ほどほどのところでお腹も空いてますし、ランチタイムにしようと思います。本当に何も食べてなかったんで、お隣には名鉄さんの列車が走ってます。豊橋駅の構内にある清水でサンドイッチ買ってきました。いただきます。名古屋に着きましたら快速が出入りするホーム12番、13番ホームを目指します。時間があればせっかくなので名古屋名物のきしめんを食べてみようかなと思います。もうすぐ名古屋駅到着します。ここで乗り換えをします。午後1時、名古屋駅到着しました。6番線に到着です。名古屋駅到着しました。だいたい58分ぐらいだったでしょうか。それでまあ、なんとか当初の予定のスケジュールを取り戻すこともできました。これから快速三重という快速列車に乗るんですけれども、説明が十分ではなかったと思うので、改めて説明をさせてください。快速三重は、名古屋から伊勢鳥羽方面の間で運行している快速列車です。路線としては、関西本線、伊勢鉄道、三宮線、この3つの路線を経由します。これから乗る列車、午後1時37分に出発します。乗り場は12番、13番ホームどちらかまたこれから確認します。それで出発予定時刻まで30分あります。せっかく名古屋に来たのできしめんを食べたいと思うんですけれども、名古屋駅の中にも美味しいきしめん屋さんいっぱいあるそうです。中でも3、4番ホームにある住吉さんというきしめんのお店、入れるかどうかわからないんですけども、まあ厳しかったら諦めます。入れるようだったら簡単なものをいただいて快速三重を乗りたいと思います。豊橋駅からお世話になった快速の大垣行きが大垣駅へ向かって再び走り始めました。お世話になりました。ありがとうございました。6番線ホームにきしめん屋さんありましたね。でも、ちょっと無理そうだな。やっぱり場所変えましょう。500円のワンコインきしめん。美味しそうなんだけどな。さて、果たして住吉さんは入れるでしょうか。入れなかったら諦めるしかない。住吉さん、ありました。結構ホームの端っこの方にあったけど入れるかな。あとはお店の中でカメラ回しながら食べていいかどうかなんですよ。一応注文方法は食券を購入する仕組みですね。
結論言います。住吉さんでの撮影断られました。名古屋でのきしめんダメでした。なので快速メインに乗って、今日の目的地和歌山県の東の端っこにある紀伊勝浦駅なんで、そちらへ向かうことにします。こういうこともあるんですよ。アポなしですからね、やめてって言われることもあるんですよ。しょうがない、諦めて。ちょっとした軽食を朝ごはん抜いてるからお腹空いてるんで、ちょうど目の前にコンビニがここにあるんで、ここで買って快速便に乗りたいと思います。ということで、まあ僕にとっては久しぶりの名古屋なんですが、市民は奪わずになってしまったので、まあしょうがないですね。ありましたね、快速便13番乗り場あったあった。もうすでに時刻表の方に快速ミー11号鳥羽行き13時37分発表示されております。乗り場はこっちですね。もう停車している。快速ミー来てます。快速ミー初乗車です。どんな列車旅になりますかね。ワクワクだな。伊勢鉄道では520円別料金発生するらしいですけどね。初めて乗ったのでよくわからなかったんですけど、あちらから指定席になってみたいです。逆に指定席の後ろの座席から自由席になってるみたいです。まあ当然指定席券が必要なんでしょうね。午後1時37分、快速三重名古屋駅を出発しました。この快速列車の終点は鳥羽駅ですが、僕は途中の滝駅で伊勢本線の普通列車に乗り換えをします。ですので、この列車でお世話になるのは滝駅までです。名古屋よ、短い滞在ありがとう。そして、さようなら。次の停車駅、四日市なんですが、四日市から先、河原田から伊豆まで、伊勢鉄道さんの区間になります。なので、先ほど社長さんに切符のチェックをしていただいたときに、河原田から伊豆までの520円を現金で支払いました。まもなく四日市だそうです。四日市といえば、コンビナードが有名ですよね。車窓から大きなコンビナードの煙突が見えるんですよ。工業の街だなっていうことがすごくよくわかる風景ですよね。というわけで四日市を出発です。次は松坂駅です。この動画では立ち寄らないですけど、いずれ松坂には立ち寄ります。それはまた後で配信する旅行映像作品のお楽しみということで、入りましたね。松坂駅着きました。松坂駅も出発です。いよいよ次が滝駅です。
滝駅に着きました。乗り換えの時間がやってまいりました。ということでやってまいりましたよ、滝駅です。はい、後ろ畑と田んぼです。すごいとこ来ちゃった。でもね、この滝駅僕も最近知ったんですけど、とっても重要な駅なんですよ。なんでか、紀勢本線と関西本線が分岐する分岐駅なんですよ。だからとても大事な駅なんです。でね、今までは快速宮にお世話になりました。さあここからどうするのって話なんですけど、今までは関西本線と伊勢鉄道さんにお世話になったんです。今度は正真正銘紀勢本線の列車に乗ります。そして3泊4日の紀伊半島編第1日目の目的地、和歌山県那智勝浦町の紀伊勝浦駅に行きます。列車の出発時刻もう一度申し上げます。午後3時23分です。この電車に乗れば紀伊勝浦駅の手前に新宮という駅があるんですけども、新宮駅に到着するのが19時です。4分後に紀伊勝浦行きの列車が出発するので、紀伊勝浦駅に到着する時刻は19時39分です。さあ日も陰ってきました。太平洋見えるかな。快速三重が滝駅をもう間もなく出発します。この3泊4日の旅の3日目に足を運ぶ伊勢神宮のお膝元、伊勢市駅に向かって出発します。快速三重が滝駅出発しました。名残惜しいのでお見送りをしたいと思います。ありがとうございました。来たみたいです。紀勢本線の午後3時23分発の新宮行きの電車来ましたね。早速乗りましょう。いやー、快速三重ではやっぱり立ちっぱなしだったんで、ずっとだから滝駅に着いた瞬間にお弁当食べといたんですよ。巻き寿司だったけど、唐揚げのね。なんとかね、順調に予定をクリアできてますよ。よかったよかった。ということで、いつもの JR 東海のワンマンカーですね。これに乗って新宮行きますよ。そしたら新宮行きのワンマンカー、そろそろ乗り込みたいと思います。紀勢本線の列車初めて乗るんですけど、なるほど、ロングシートなんですね。外の景色が素晴らしい。何もない、何もないのが素晴らしい。今鉄道方面の列車を利用して来られた方がこのワンマンカーに乗り込まれたみたいです。あと3分で昨日ワンマンカー出発です。始めましたね。新宮行きのワンマンカー出発しました。午後3時27分滝駅出発です。ここから先の紀勢本線、僕は全く知らないからどんな風景が見えるのか本当に楽しみ。ちょっと残念なのは夕暮れ時でだんだん薄暗くなり始めてるってこと、そのぐらいですよね。海だ、海が見えました。お、やっとだ、やっと海が見えた。港町が見えました。ここは紀伊長島駅というそうです。ということでここは紀伊長島駅です。
昔この辺りって実は紀州藩、徳川吉宗で有名な紀州藩の領地だったと言われてますから、多分その名残が地名などに現れているのかもしれません。と言っている間に紀伊長島駅出発です。海が見えたり、いろいろ楽しめましたね。いいんじゃないですか。綺麗な海が見える。尾鷲駅に着きました。この駅の近くに桜がとても綺麗だっていう神社があるらしいです。この尾鷲駅でまた何人かの乗客の方降りられたようです。紀勢本線での気ままなローカル線の旅はまだまだ続きます。あと2時間は普通に続きます。尾鷲駅も出発してしまいました。外がだんだん暗くなってきたんで、次第に撮れる風景が少なくなってきています。気づかないうちにだいぶ乗客の方が少なくなってました。多分もっと少なくなるんじゃないでしょうか。寝落ちして目が覚めたら熊野市駅着いてたんですが、びっくりしました。車内放送聞いたらここで20分も停車するそうです。20分も車内でぼやっとしてるわけにいかないものな。まあお酒飲んだんですけど、酎ハイ飲んだんですけど、酔いは冷めちゃいましたし、お腹空いてきたんで20分のうちに小腹が満たされるようなものを買ってこようと思います。一回列車降ります。熊野市駅こんな感じになってます。定食は断念します。というのはコンビニが、僕がこう歩いているこのホーム沿いに駅があるらしいんですが、5分から10分かかるらしいんですよ。5分から10分で往復してきて、その時にこの列車がまだホームに残っているかどうかは分かりませんよっていうことで、改札の駅員の方に言われたので、仕方がないのでこのまま車内で待ちます。しょうがないですね。これがまあローカル線の旅あるあるですよ。熊野市駅で待機時間があったわけですが、出発して再び新宮市へと向かっております。もう映そうと思っても何も映らない状態になってます。むしろピンボケしちゃってるというか。やっと新宮です。ああ長かった、非常に長かった。紀勢本線侮ってはいけなかった。こんなにタフなローカル線があったとはショックでかいです。この辺りで待機しましょうか。新宮から紀伊勝浦駅への乗り換えがたった4分しかないんで、これミスったらもう大惨事です。ホームには入ったようですね。ここが新宮駅ですね。あ、見えた見えた、紀伊田辺って書いてある。あれですね、紀伊田辺って書いてあるからこれに乗ればいい。来ました。さあ乗り換えだ、乗り換えるぞ。多分これでいいと思うんですけど、紀伊田辺だからおそらく5駅後には紀伊勝浦と思うけど、新宮から管轄する鉄道会社 JR 西日本に切り替わるんですよね。まだあと39分かかりますから、いやー大変です。どうやらこの車両で間違いなさそうです。あーよかった、これで39分後には紀伊勝浦に到着してます。あと1分で出発です。
まあ文句も言いましたけど、滝から新宮までお世話になった電車とはこれでお別れです。もうすぐ出発です。19時4分新宮駅出発です。よかったよかった、なんとか間に合わせることができました。岩崎です。ウクイから那智の間が結構距離があったので、逆に那智、紀伊天満、紀伊勝浦間の距離は短くなっている印象も受けます。全てのドアがご利用いただけます。お降りの際は足元にお気をつけください。紀伊勝浦駅のホーム見えてきました。来ました。名古屋駅出発から約6時間、和歌山県那智勝浦町の紀伊勝浦駅に到着いたしました。快速三に乗って名古屋から滝駅に向かうまではスムーズだったんですが、いざ紀勢本線乗ってみると全部の駅に止まるということで、途中で列車同士の行き違いなどもあったりとかして、自分で18切符しか使わないという縛りを自分で自分に課した結果なんですけれども、それでもタフなローカル線の旅だったなと思います。至らないところもあったかもしれないんですけれども、18切符で旅するとこういうこともあるんだよということで、この一つになればいいなと思います。というわけで、どうだったでしょうか。ぜひこの旅行動画にコメント高評価チャンネル登録をお願いします。次回の紀伊半島編第3話ですね、1話と2話、ひょっとしたら退屈だったかもしれなかったです。はっきり言えばローカル線乗車機ですから、初詣全然してないじゃないかと思われたかもしれません。最初からそうすればいいんですけども、なので次回から本格的に初詣がテーマの旅を始めます。那智勝浦町には那智の滝という日本で3本の指に数えられている滝がありまして、詳しいことは次回のオープニングトークでお話ししますが、その那智の滝、実はある神社の御神体でもあるんです。なので、2023年をいいスタートを切る意味で、那智の滝、そして那智の滝を御神体とする神社参拝したいと思っておりますので、楽しみにしていてください。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。